ムとお会いし、ムとアスレッツ、国東の3人です。今日は3人チャンネルやってるとこで、このミンマとのオープニングトークで、もう4、5年やってっからなんかね、だいたい話が重複してきてないのかとかね、めちゃくちゃ心配なんだけどさ、みんなだ、いや、何回か聞いたことあるかもしれないけど、みんなが一番ね、オープニングトークでね、印象に残ってるトーク、もしありましたらコメント欄でね、ぜひとも教えてくれ。どんなことでもいいよ。なんか嫌な思い出として残ってるもんでもいい。いい思い出としてもね、何でもいいからなんか印象に残ってるオープニングのトークね。よかったな。これ裏面あんのかい。そして、表面だけかと思っちまったじゃねえか。表面だけかと思ってオープニングトーク始めたら、まさかの裏面あんのかいということで、ちょっと待って、これで終わり。あ、よかった。ありがとうございます。ということで、よかったらみんなね、コメント欄で書いてくれない。今日もクサジンチャンネルやってそう。クサジンチャンネル。これ多分さ、土管に入って、あ、とりあえず裏面け、あ、入れねえ。あれか、多分甲羅が降ってくんだ。その甲羅に乗ってこの毒沼進んでいき的な感じのコースだと思うんだけどさ、邪魔だな。しかしおけけけけけ、はい、ごめんね。さっきバカッブスッなあ、ちょっと待って。頑張りましょう。ただね、キノピオが草ママいい匂いだね。気づかなかったんですけど、あいつ草ママいい匂いじゃねえか。ちょっと待って、あいつにか絶対勝つ。あいつにだけは絶対勝つ。ペペペね、ここにいて、それで甲羅が降ってきたら、それに乗っていけばいいみたいな感じでいけると思うんだよね。こう天才、こういうところ天才草味じゃねえか。これで、なんとか、くうわ、うますげえ。なんか煽ってる、多分俺が死んだかと思ったかな。バカ、誰が絶対勝ったやからな。お前絶対勝ったやからな。ちょっと待って。あいつ、まだね、裏面行ったばっかりだよな。まだ全然勝てる可能性あるから、みんな諦めんじゃねえぞ。確実に逆転してやろうぜ。あの、煽り中絶対俺が絶対ぶっ殺す。俺が絶対勝つからな。まっあいつバカだ邪魔しようとしてヒップドロップして、そのままドカン入ってたな。はい、バカ誰でした。来てみなさい。ほら、俺の甲羅取りたいんだな。はい、ごめんね。はい、こっちだよ。こっちだよ。はい、はい、気持ちいい、気持ちいい。はい、気持ちいい、気持ちいい。はい、ごめんね。頑張れ、しょ。お前が頑張れ、バカ誰が。はい、余裕で勝たせていただきたいと思います。ということでね、裏面、表面に戻ります。めちゃくちゃ気持ちいいんですけど、ざまあ。草人チャンネル。また粘着、お前、粘着キーチ、マジでだな、草パパに。お前、同じ場所、クンクンじゃねえ、バカだろ。お前、こっち来な、こっち来な。お前のキノコと、はい、お前のキノコないです。この後ガリガリ来い。頼む、ガリガリ来てくれ。ガリガリ来て。ああ、最悪、最悪。結局あいつキノコ取っちまったじゃねえか。あ、スター、ごめんね。君のスターちゃん全部取っちゃいました。ごめんね。はい、余裕でございます。ありがとう、サンキュー。あ、これ、そういうことか、そういうことか。オッケー、オッケー、いやいやいや、よし。よし、あいつだけゴールさせないパターンが一番いいけど、いけか。だいぶ差つけたい。これでスター。で、速攻ゴールして、なんとか他の奴らゴールしつつ、あいつだけゴールしたらできないパターンにしたいよ。これで、上、はい、これで表面だよな。表面戻ったら、スマホゴールするの。マリオとルイージ来い。マリオ、ルイージじゃねえ。マリオとキノピコ来い。マリオとキノピコ来い。キノピコ来い。キノピコ来た後、ごめんなさい。ルイージは来ないです。あれ？こっちに来てください。気持ちいい。あの、落ちると、あー、ピノピノピュー。草人チャンネル。キノピオだぞ、みんな。キノピオが草パパいるな。キノピコナイス、お前、マジで死んでる。ナイスだったけど死んでます。まずい。わ、これさ、絶対的に戦闘が有利なんだよ。なんでかっていうとね、ヒップドロップで相手のこと邪魔できんだよね。だからね、相手のこと落とすことができるからね、一番最初に行かれるとかなりまずいんだけど、こういうところで来た瞬間に、あ、これミスター、ミスされた。今みたいな感じでやると、一気に相手のこと落とすと、はい、ごめんねー。あー、くっそくっそくっそ、まずい、あいつこいつだけど絶対勝たせ、絶対勝たせ。ワンじゃねえぞ、まだワンじゃねえぞ。あはは、くやし、草人チャンネル。はい、勝つ、絶対勝つ。ちょっと待ってね、キノピコが草パパいいようだぞ。これね、あ、こいつ絶対俺のこと邪魔してくからね、それを逆手にとって、これで待ってね、みんなちょっと静かにしてくれ。やじゃ、これでいける。やじゃ、完全に来た。完全にやったのに。いや、気持ちいい。今の完璧だったの、タイミング。ありがとうございます。あいつ何してるかな。はい、ごめんね。バトコにも参加できなくてごめんね。気持ちいい。なんか、草ばばいいようにこんな尺使って大丈夫か。なあいつが出場するさ、動画めちゃくちゃくけどさ、みんなもう飽きてね、来てねえかな、草ばばいいように。大丈夫、まだあいつのこと。いけブロックしなくていいか、こんだけ動画に使っても大丈夫か。いけこれで勝った、負けたんかい。そうっすね、俺草人チャンネル。なんか草パパいいよと当たった時のさ、なんかバトコ率高すぎねえか。お前マジでない。はい、この前入ってきてんのかい。挟まれてるブロックに。どうも草人です。いや、じゃ
なんて気持ちが、そんなことある今のそんなことある一つ目のブロックでなんかなぜか一緒にこっち側に入ることができて、二つ目のブロックであっちが挟まれてみたいな、そんな運よく、あんな、お、あんな、これマジで意味わかんない。こうしろってことね。あんなうまくいくことあんの？なんか狙ったかの、なんか仕組まれてると思われたら嫌なんですけども、なんか、草パパいいに、草パパいい匂いとはさ、友達でもフレンドコードも交換せてさ、むしろなんか、ディスコードで通話とかもするんで、俺ここで次のプレイこうするから、お前こうやって動画映えさせてくれなみたいな、二人組んでると思われたらなんか一番嫌なんですけどね。アイスは友達じゃねえからな、言っとくけど。ただ、ちゃんと、俺のこと、ずーっと見てくれてる大事なリスナーであることは確か。俺のために面白いコースもいっぱい作ってくれるし、有料メンバー会にもなってくれてるじゃない。なんかタッグだと思われたらシャックだな、本当に。なんだい。今の必要あったね。ここの音楽コース的な要素必要あったかな。はい、ありがとう、Thank you。草人チャンネル。待って、2対2コース来たんですよ。絶対俺と同じチームだ。草ばばいには絶対俺と同じチームで、一番にあいつルイージだけどさ。ほらでしょ。絶対こいつ俺と同じタッグ組む。ほら、なんでお前と友達だけになんなきゃいけないんだ。どうも、草人です。ということでやらせていただきたいと思いますよ。いや、でもね、相性はいい気がすんだよな、こいつと。これ結構ね、毎回俺の動画見てくれてるからさ、俺が多分どういう感じの動きするかとかね、多分知り尽くしてくれてるし、なんか嫌だけど、嫌だけどさ、俺のことめちゃくちゃ網羅、もう熟知しててくれてると思うんだよね。だからさ、息は合いそう。合ってる。めちゃくちゃ息合ってんじゃん。ものすごいコンビネーションなんですけど。余裕で勝てそうな。めちゃくちゃ余裕だね。すっごい相性いいじゃねえかよ。やだな。こいつと相性いいのやだな。クンクンぜ。そして、早く行け。本当によ。ぶっ壊せ。そうそうそう。今んとこ完璧だぞ、俺らの動き。何がしてんだ、ここだ、バカ誰が。急に思考停止すんな、バカ誰。オッケー。で、こっち来て。やったじゃねえよ、ちょっと。お前、そんな余裕ねえんだって。お前、この後どうすんだよ。いきなり結構難しい状況になったらさ、お前、喜ぶな、バカ誰が。最後まで、油断禁物だぞ。で、これで俺が鍵ゲットさ、地中性な、お前はよ。オッケー、まだ終わりじゃねえぞ。うわ、これさ、なんとか邪魔できなかったっけ、もう相方の方。先に、うわ、無理か。このなんか2対2バトコンの中ではね、相方邪魔できるバトコンも存在するはするんだけど、これ普通にあれだな、ボス戦あるタイプのやつか。1回絶対勝つ、俺が絶対勝つ。1回、2回、次だチャンス。まずい。まずい、行かせない。バカ誰が、はい、ごめんね。はい、ありがとう。うわ、勝ててよかった、キモー。チー